おはようございます、1日1分社長のネタ帳、本日は、これでいいのかを自分で決めないということでお話したいと思います。小さい頃、子供の頃は親、学校の先生、会社に入ってからは、先輩や上司に、まあ、ダメ出しというか、ああしろこうしろとか、まあ、口うるさく言われていました。まあ、しかし経営者になってからは誰も言ってくれません。自分がこれでいいのかと決めてしまったところで、自身の成長も止まりますし、会社の成長も止まりますし、これでいいのか、自分で決めないのか、これでいいのか、まあ、自分で限界を作って、これでいいのか、いいのは若者の方だけということで、本日これでいいのかと自分で決めます。